うわー、いるわ。どうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。さて、ボスもね、ちゃんと、しっかり倒していってるんでね、やっていきましょう。とりあえず、エストのかけらがあるかもしれないという心配だよね。で、毒の沼か。いけなかったんでやっていきましょう。まあ、多分、弓でちまちま。略してしまった。弓でちまちま、やることには間違いない。人の海だっけ？あれがな、ちょっと厄介すぎるんだよな。あとは。ああ、猛毒はないか。忘れてるか、買うの。はい、ミスりました。強いんだよなー、こいつねー。体がでかい割に狭いところで。おい、よーし、ポン。やばい。あー、やっぱ。やっぱ強えな、こいつ。多分、盾、蹴れないと、ちゃんと勝てない気がするな。足りません。はい、もうゴリ。あー、重いね、体が。手を、いや、体これにして、頭、これかな。いや、待ってましたってチャットに書かれたね。いや、そうよね。基本、死んでなんぼのゲームだからね。自分でも他人がこれ、こんな感じだったら、ちょっとね、早く死んでくれないかなと思うもんな。よし。さあ、弓ちまタイムです。いや、弓地まで行く？よーの沼。そうなんだよな。火に弱いのは分かってる。これさ、そうね、燃やそうかなーと思ってね。
ーい。ほい。マジでシールドバッシュ強いよね、こいつ。さあ、残り火。めっちゃうねうねしてんだよな。まあ、正直、走り抜けていった方が、楽なんじゃないとは思ってる。よし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 。で、こっちは、はあはあ。闇の奇跡ね。はい、無事アイテム回収。あそこも回収してるもんね、しれーっとね。で、あとはアイテムはこれで OK かな。あそこの扉も行かないといけないけど、問題ここなんだよな。ダメダメ、回復はダメです。で、そう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 、まずは君、まずは一人一人。いつぞやはねー、めっちゃボコボコにされたからな。はい、よし。ちょい成長した。で、わざわざね、その下で戦う必要はないから。いいぞいいぞいいぞ。怖っ。あれ怖いんだよな、マジで。威力高いからね。よし。そうやね、落ち着いていけばやっぱこんなもんだよね。焦るとな、ほんとドツボハマるもんね。アイテムはないか。でも指輪手に入れてたね。あ、ボスいんの？マジか。ちょっと待って、そしたら。すっげえ声するんだけど。めちゃくちゃいい、やだなぁ。じゃあ、ちょっと左。ちょっと、ね、こっち行きたいよね。おう。エレベーター。
うわー、なんか上いるー。ちょっと待ってねー。魔法使いかー。しかも回復させるんだな。いい動きするやん。おね。よし、オッケー。で、どうせ騎士様とかいるんじゃないかな。で、かがり火もあるんじゃない？そろそろ。さあ、塊。ああ、なんか見覚えある扉。これ開けると？あ、そういう感じなんだ。で、こっから、走り抜けて、で、ボスのところまで行くと。ああ、よくできてんね。じゃあボス行きますか。いやーでもあの二刀の時のかっ、ちょっと待った、今なんかあった。今なんか入れるところなかった、こっち側。幽霊。探すのが大変です。あったあった。背後からの攻撃、あー受けるダメージがね。なるほどここ後ろからーい倒せたわけね。あ、よくできてるわ。じゃあ、そうだね、ああ、でも、復帰してもさ、ここに二人いるわけだもんね。超大変だな。ちょっと待って、残り火使おう。で、ああ、情けだね。そうか、ないのか。まあ、ないならないで。いや、でも、どういうのが出てくるかなんだよな。でも、なんか気持ち悪い声するからな。気持ち悪い声するからな、で判断もあれなんだけど。よし、行こう。頼もう。あー、やばっそ。ん？ドラゴン？あー、愚者どもめ、ようやく気づいたのだろう。
愛しいオセロと竜の巫女の力に。だがそうはいかぬ。この子は私のすべてだ。あ、魔法系か。ちょっと待った、それだった。いや、これで一回殴ってみるか。あー、変えましょう。あ、削れる。こっちの中削れる。よし。ん？赤ちゃん？愛おしいオセロと、どこだい？どこ行ったんだい？ビリビリ。そう、生まれついたんだ。いて。ちょっと待った、回復してるよね。でかいやつは足元が痛え、弱いくなかった。よいしょ。じゃあラストオン。よう、オスロエス。めっちゃゲームうるさかったね。倒したことよりそっちやったわ。あー、いいぞ。よかったぞ。めっちゃ経験値もらった。6万さらっともらうね。ボス倒したらね。竜の巫女。そうだね。よかったのかな。倒してしまってね、一発でね。じゃあ戻りましょう。ああ、白竜シースの結晶のブレスを放つ。これか。月光の体験。あ、魔術なんだ。1万ぐらいだったら。ちょっと見てみたい。見た目がそそる。おー、こんな感じね。で、じゃなくて、白竜シースの名で伝わる伝説のドラゴンウェポン。強攻撃を最大に貯めることで月光の波が解放される。へぇ、よう、オスロエスは、毛筆の先に月光を追い、だが、それに見えることすらできなかった。戦技は月光の放流。大きく構えつくことで月光は放流となる。さて。こうした時になんか出るわけだね。うわあ、なんか、したい、装備したいって思うけど。まだあれだな、時期そうだな。ある程度違うところ進んでたから、よかったのかもしれないけど。
さあ、何が出てくる？これ起き上がってくるかな？血は出るんだよなあ。あ、これ。いや、違うか。亀の人たちかなと思ったんだけど、オープニング出てきたと思ったら、全く別かな。おー、遺跡って感じだ。古竜への道。お、お宝だ。さあ、何がある？鱗。だけ？いや、道開いたね。なんだろうな。あんまり行きたくないよな。コリューでの道って何だったんだろうね。あ、かがり火ある。無縁墓地。あー、こっち。ちょっと見てみようか、様子。喪失。あれ？無縁墓地、これさ。うわー。あれじゃん、自分が最初いたところにそっくりだよね。毒か。そう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 、こっち来てくれれば。いた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 。綺麗に当ててくるね。うわー、強い。はい、こっちだね。ね、叫びは。エストの灰指は。あー、FP の方か。いや、にしても、あの叫び声はでっかいね。音が。どっちだ？出血か。しかもひるまないんだよな。いや、立てあった方がいいかな。ちょっとチャレンジしてみよっか。で、
あー、やっぱ狼いるならって気はするな。あー、狼多いね。塊ゲットして、そうだな、やっぱこっちの方が優秀か。チャレンジしてみたけど、あんま無理って思った。無理が早いんだけどね。弓使うかな。とりあえず、正面行くと、ちょいちょい数がいる。卑怯だの。はえな、強いよ。1,2,3。終わった。そりゃそうなるよね。結晶の娘。はいはい。あ、やっぱそうだよね。最初、グンタの、ところの感じだよね。強い、しかも。まあでも、火があるわけではないし。あー、しっかりしてんねん、後ろ。落ちて。ねえ、何もない。いやー、先倒すかー。足当たんのか。よし。あー、そういう感じか。上は上か。あー、で、微妙に配
ち違うような気がしてるんだけど。よし、オッケー。エストビン6。うわー、いるわ。何？本気の君とやるみたいな感じ？英雄軍団。うおー、ナイス。後ろ蹴り。ふえー、かっけーなー。やばい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 、それはやばい。強いねやば。ふう。あー、痛い。そのコンボきついねー。うい、トシャー、やったー英雄軍団のソウル。あー、じゃあ、あれは最初に出た軍団はもう違うんだ。やったね、倒せたね。ペースト欲しい。あー、マジかー。軍団は所詮軍団ってきた。いやいやいや。大きくならない分。個人的には助かった。無縁墓地ね。まあでも本当、何こっちハードモードの、ハードモードですね。ない、なんだこっち。はい、ちょっと待った。ってことはそうだよね、そうなるよね。ですよね、黒騎士パーティーですよね。
やば、オーブで。あー死んじゃった。回収しよう。さすがに10万近くは回収したい。来い来い来い。ちょいちょい回りきれないんだよな。手だな。絶対と言っていいほど手しか出らんな。体験持ち、体験持ち。ほい。あ、横が正解かな、避けるとき、体験は。ほい。よーし。おう。破片。破片か。これを取り来ただけってこと？なんかでもそんな感じだよね。誰かいるわけでもないし。いや、いた。金づち。え、ばあちゃんいる。これはこれは珍しいこともあるものじゃ。金もならぬのに迷い人とはの。あ、やべ。バーメンに何かいるようですか？ま、客は客だみたいな。あー、老騎士。信仰を高める。買おう。買おうかな？ここでね、これ。レベル1ぐらい上げれるって感じかな。無用か。ああ、しかも軽いんだ。ちょっと全身見てみたい。老騎士ね。52、軽いね。これで60。ただめっちゃかっこいいんだよな。胴体めちゃくちゃかっこいいんだよな。よし、これでいこう。もう台無しになったけど。あー、じゃあ戻りますかって感じかな？じゃあ、戻って、そうだね、それと、あとは、その、黒騎士狩りができるような感じだよね。
ちなみに塔の方はあるの？びっくりした。いや。なんかすごい吸われてるような感じだったけど。あ、いけないんだ。これめっちゃ不気味だね。んじゃ、コッペン使って戻ろっか。あ、これか。グンダの、骨あり、曹操かな。戦争か。生命力、持久力、体力が高まり、非ダメージも増える。これは、これちょっと、これだけ調べようかな。いや、割合だよね。食らうダメージが圧倒的に上がるんだったら意味がねえなーと思って、増えても。高まりだから、数値上げる代わりにっていう感じだよね。だからノーダメだったら、ってか、避けるんだったらいいとか、一撃死状態だったらありだけど、まあって気はするなー。はい。ということで、今回ここまでとなります。いやー、進んだね。ボス2体倒せるとは思ってなかったなー。そうなると、無縁墓地軍団倒して、そうだね。やっぱ、ロスリック城攻略かな？次回はね。竜の錬兵所行って、また様子見て、ボス倒して、まあ、さらに奥があるのかっていう感じかな。やっていきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。いやー、倒せてよかった。そうだね。あとは、よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回、お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。